走る、飛ぶ、投げる、空中の格闘技ハンドボールが今面白い。ボルト産業プレゼンツ、レビタンのレッツハンドボール。はい、皆さんこんにちは。ハンドボーラーのレミタンこと土井レミヤミです。初めてのハンドボールの番組ということで、僕も今日はまたテンションがグンと上がってるわけですけども、今日はですね、大阪府の大阪体育大学南小高等学校ハンドボール部の皆さんのご協力のもと、ハンドボールの魅力、楽しさを皆さんに伝えていけたらなと思います。よろしくお願いします。今回のゲーム対決は大選手権って何？初めて聞いたんですけど、王選手権って一体何ですか？昔から波将の先輩たちが伝わるシュートテクニックが上がる練習方法です。あ、なるほど、いろんなシュートテクニックを磨くための練習ってことですね。はい、わかりました。じゃあちょっとやってみましょう。レミタンさん、はい、この王選手権で一番うまいのが、うん、キーパーのゆうまくんなんです。なんでだよ。キーパーだよね。キーパーっす。でも一番うまいんだ。いや、もう多分日本一ですね。なんでだよ。それでは王選手権開幕です。先攻はキャプテンチーム。これぞ王選手権のお手本的シュート。まずは1点。後攻はレミタンチーム。さすがは日本一。絶妙だね。際どいコースに決めました。いや、惜しいね。そしてレミタン。決めました。絶妙なループシュート。引っ掛け引っ掛け、また来た。言葉で惑わせるのも OK です。両チーム順調に決めていきます。おお、ナイスキーパー。レミタンチームチャンスです。決めたら勝ち、決めたら勝ち。さあ、決めれば勝ち。止めた。キャプテンチームこらえました。すげえ、いい判断。さあ、サドンです。両チーム、手首を使ったループシュートやスピンシュートなど様々に工夫していますが、なかなか決まりません。まさかの泥試合なんだな。この試合に終止符を打つのはやっぱりレミタンでした。レミタンチームの勝利。危ねえ、なんとか。はい、実際に僕もこの王選手権初めて、やったわけですけれども、実際にやってみると本当に、局面での、駆け引きの練習になると思うので、皆さんもぜひ実践してみてください。でも王っていう必要はないと思います。はい。それでは最後にレッツハンドボール。ボルト産業と大島製作所はハンドボールを応援しています。